いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフチャンネルのたけしです。今回はですね、この後ろに置いてあるこの積み上がったタイヤ、これの、処分方法について、紹介してみたいと思います。一度ですね、僕ハイタイヤをコンパクトに、お得に処分する方法っていう動画を作ったんですけども、その時よりもさらに速くて力を使わないってところがポイントなんですね。なので、興味のある方はぜひ最後まで見ていってください。それで、以前お伝えしたやり方と基本的には変わらないですね。サイドウォールの部分とトレッドの部分をこう分けてですね、でこう折りたたんで、小さくしてよ。タイヤってやっぱね、すっごいかさばるんで、で何を使うかっていうと、まあ、タイヤチェンジャーなんです。なので、そうタイヤチェンジャーがもしない方はぜひ自分の前の動画ですね、こちらをぜひご覧になってください。ちなみにここにはですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、トータル9本のタイヤがここにあります。このタイヤがどれだけ小さくなるかっていうのをやってみたいと思います。まずはですね、タイヤをクランプさせますね。それでタイヤをクランプさせた後はこちらを用意します。カッターですね。でカッターはこのレノックスのカッターブレードがおすすめです。まずですね、もうクランプしてあるので、動きません。じゃあ切っていきましょう。まずですね、この、まあ、どこでもいいんですけど、やっぱりね、こっちはちょっと硬いので、サイドウォールでも、サイドウォールすぎると今度はこう畳むときにここのがちょっと残ってると畳まりづらいので、できるだけこの角を狙いましょう。でこう入れると、そうすると3回ぐらいだともうこうやって刃が入るので、こういう感じで刃が入ります。そしたらですね、あとはこれをターンテーブルをですね、ちょっと回しながら、こんな感じで簡単にカットすることができます。さらにこれね、これ反対側をやるのが特に楽なんですよ。反対側やってみましょう。これをこう取って、反対側に、このタイヤは14インチなんでここにはまらないんですけど、18インチとか17インチのドリフトタイヤだったらここにこうポコッとはまる。でこれも同じようにこう広げる、動かずに作業することができます。やってみましょう。で、あとはこれを回しながら、こういう感じで取ることができます。そうするとこの場所はこんな感じにプルプルになります。これだとすごく畳まりやすいってことですね。それでは、もう一度違う角度からやってみたいと思います。はめてバーッとさせますね。で動かないのを確認したら刃を使ってここに入れます。3回ぐらいで、2回ぐらいで入りますね。これがねレノックスのいいとこなんですけど、ここで刃が入ったらあとはターンテーブルを回すと、よいしょ。ちょっとね、最初引っ張りながらやった方がいいです。引っ張ってあげて通す。でそしたらあとはターンテーブルを回す。こんな形。
もしあの15インこれ16インチなんですけど、このターンテーブルより下に入る場合はちょっと浮かせて止めましょう。そう、16インチの場合はこのぐらいちょっと上げといた方がサイドウォールが柔らかく保てるのでカットしやすいです。サイドウォールを 2カットでいきました。2回通すだけです。こういう感じで取れました。で、取れるとこんな四角形になっちゃいます。はい、こうなると、畳みやすいということになりますね。はい、これで、全てのタイヤが9本やりました。全体をですね、まとめていきたいと思います。この15インチの方のタイヤをベースに詰めていきます。いってみましょう。まず1本目ですね。あともう2本いけるかな。2、4、6、8、これで8本入ってます。はい、そしてですね、出来上がりがこんな感じになりました。ここにタイヤが8本ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、8本のタイヤと9本目、これちょっと入らなかったんですけど、あのリムの部分ですね、これがちょうど入ってるので、まるでなんか引っ張りタイヤみたいな感じで中にサイドウォールだけ入ってます。で、そこに入りきらなかったサイドウォールがこれだけと。そう、9本のタイヤがここに8本プラス1本の中に、サイドウォール全部詰めて、で、サイドウォールの残りがこれ。すごいコンパクトでしょ。こんな風になるんですよね。これのいいところは55本ぐらいのタイヤを、普通のステーションワゴンの中に入れて、捨てに行くことができたんですね。本来55本のタイヤって軽トラックにこう詰めるような感じになると思うんですけど、この方法だったらあのまあ本当ね、かさばらないんですよね。これになってからもうあのどうしてもね、ハイタイヤってこうどんどん積み上がっちゃうじゃないですか。もう一つの利点ですね、今ちょっと思い出したんですけど、これにしとけばこのタイヤの内側のところにね、水がたまらないんですよ。普通こうやってタイヤをね、縦に積んであったり、このこう斜めにこうシャシャシャって積んであると、ここにね、水が入るんですよね。で、それをこう捨てるときにまたバシャって自分がかかっちゃったりとかするんですけど、この状態にしとけば水もたまらないから衛生的でもあります。あの蚊が湧いたりね、そういうこともないので、そんなね、ちょっと面白い方法を、今日はお伝えしました。で、これからもニュージーランド在住ってところを生かしてですね、まあ、ドリフト関係 の DIY だとかモータースポーツのイベントも多いので、そういったものをですね、こうレポートしていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と、あといいね評価よろしくお願いします。あとはコメントもお待ちしてますんで、あのどんどんなんか書いてください。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもー。Just fall.